はい、静か行政書士 FP 事務所の静かでございます。今回はまた新ファンドがありましたので、そちらなんですが、なかなかですね、難しいというか情報をなかなか取りにくい、分野の新ファンドでありまして、今日は珍しく早めにというか短めに動画を終わらせられるんじゃないかと。目標はいつも10分から15分と思いながらですね、話が長くなってしまって30分近くなってしまうんですが、本当は短く終わらせたい、今日は短く終わらせてやるぞという思いでですねおりますんで、早速入りたいと思いますが、もうこの BDC プラスという日興の新ファンドなんですね。 SMBC 日興証券ので、今回運用は SMBC アセットかなと思いましたが、BDC プラスというファンドです。BDC とはそもそも何ぞやとあまりご存じない方も多いと思います。おそらく、全く触れたことがないという方がほとんど多いと思いますし、個別に BDC を買ったなんていう人はほとんどいないんじゃないかと思ってますが、っていうか多分買えないですよね、国内の証券会社では。対面大手証券でも多分難しいのではないかと思っておりますが、まあ何なのかっていうところ先に見ましょう。BDC とはということで、ビジネスデベロップメントカンパニーズの略なんですね。銀行とは異なる企業形態で、中小規模の未上場企業を対象に融資を行ったり、株式債券に投資を行う投資法人。まあ要はベンチャーキャピタルみたいなもんなんですが、上場しているベンチャーキャピタルのファンド、っていうようなイメージで思っていただくといいんじゃないかと思います。投資法人なんですよね。で、どんな、なんと言ったらいいのかっていうのが難しいんですが、日本には一応同じ仕組みのものはないと思います。で、リートと同じ仕組みなんですね。リートと同じ仕組みで、投資先がその未上場の中小規模の、会社っていうのが BDC なんですよ。で、アメリカではその法律をもとにこの BDC というものを設立することができるということになっていて、で、かなり、リートに近い仕組みが取られています。収益の 90% 以上配当するとかっていう話とか、あと投資制限があるので、一つの銘柄に偏って投資したりとかっていうこともできないという、条件があります。で、その条件、要件の中で、リートと同じように法人税の優遇があるというような、商品とか、ファンドというか、投資法人になってます。で、利回りはかなり高いんですねっていう話をまた後でちょっと詳しくしますが、利回りは高めです。で、BDC 市場の時価総額は314億ドル。3兆円ぐらい 3点。まあいいや。はい。3.4兆円ぐらいですか今。だと。リート市場と比べるとかなり規模は小さいんで、やっぱり日本ではそこまで、メジャーにはなっていないと。米国のリート市場の時価総額8774億ドルですから、まあ、かなり、違うわけですよね。まあ、なので、日本ではまだまだ認知度が低いし、これを取り扱うような商品も少ないです。本当に数えるほどしかないです。3つぐらいしかないです。はい。ということですね。で、まあ、一応この動画の趣旨としては投資信託の紹介をする。で、特に新ファンドがあれば新ファンドの中身どうなっているのか、新ファンドを売らなきゃいけない人がこっそり見る。ね、金融機関の方がこっそり見るような、見るという意味合い。と、あと、案内された人が、じゃあ調べとくわって、金融機関の人にってどうやって調べたらいいんだっていうところで、ここの動画に行き着いてきたら、いただけたらいいなという思いと。で、あとは、投資信託は興味ないけど、まあ、知識として入れといてもいいんじゃないかと思って見ていただける、いただいてる方も多いと思うんで、関連知識というか、改めてその、
整理し直すという意味合いでもですね、まあ、海外ものであれば国内の同じような形、近い形の銘柄を紹介したりなんかしてますんで、今回もその形で国内のベンチャーキャピタルの銘柄ですね。どっちかっていうと右側の、右4つ、4銘柄の方はもうベンチャーキャピタルメインっていうような銘柄ですね。フューチャーベンチャーキャピタルとか。今 ZMP の上延期で、ストップ安になってますけど今日は、というところ、まあ、SBI ホールディングスなんかもまあそういうイメージから、まあ、証券の単純に証券会社としての面もね、ネット証券としての面が強いですが、ベンチャー投資の会社としての意味合いも強いと。で、あと日本アジア投資ですね、今君の名はを、中国で配給するというところで関連連想外で上がったりしてましたが、そんな日本アジア投資。あと、ジャフコですね。野村系の、ベンチャーキャピタルの会社です。で、あと、左側の会社、まあ、ネット系が多いですけれども、ベンチャー投資も行ってるよっていうような銘柄をいくつか、集めてみましたので、まあ、その辺も参考にしていただければなという感じですね。ベクトルなんかたまにね、新興市場の中でも話題になったりしますけれども。という形です。で、指数の推移はどんなもんなんだっていうことで、これも指数取ってくるのはなかなか苦労したんですね。やっぱり情報がないということで。まあ、なので、まあ、頑張って取ってきましたが、濃い青の方がですね、トータルリターンインデックスなんで、分配金、配当金、配当を含んだ、指数の値動きですね。で、薄い水色の方が配当落ち後の指数、まあ、指数そのものって感じですかね、の値動きです。90% やっぱり、配当として吐き出してしまうので、値上がりはそんなにしなかったんだねっていうような感じですよね。アメリカの株式市場がこれだけ堅調な中、あんまり動かないんだっていうのが、この BTC 指数そのものの値動きかと思います。だからその一方、配当コンビで順調に上がってんじゃんっていうような、感じで見て取れるかと思います。まあ安いと、リーマンショック直後で買えば4倍ぐらいになってるよね。で、2006年の11月の末から取ってるんですが、120とか140とかの水準です。BDC の特徴を3つバンとも短くまとめましたが、何にせよ他の投資対象よりも高利回りなのがまず特徴であります。過去5年間の平均配当利回りは 9.02% らしいです。ベンチマークの平均配当利回りですけどね、かなり高いリート、アメリカのリート今はね、こんなん全然ないですから 3%4% ぐらいの 4% ぐらいですか、利回りなのでかなり高いですよと。で、この高利回りなのは、投資先の貸し出しリスク、もちろんその中小企業のが多いということですから、ベンチャー企業が多いということですから、これを考慮して貸出金利はその分高いと。からその分の配当が出せるんだよということですね。という、BDC の利回りの特徴です。なので、まあ、こう、金利、その金利もの、その債券とか、その辺の利回りが非常に低い中で、じゃあニューソブリンだとか、そういう配当利回りの高い銘柄を探さなきゃいけない。その、カテゴリーの中で、じゃあリートも一つの対象だねとされている中、じゃあもっとやっぱり利回り高いものを探さなきゃいけない。ハイイールド債なのかもしれないし、新興国の債券なのかもしれないし、まあその対象の一つとして BDC もうちょっと注目は確かにされてくる部分はあるのかなというようなところですね。もうちょっとまた、アメリカの中でも時価総額が増えてきたりすると、世界的にもうちょっと広まってくるのかなと。で、日本の中でも投資対象としてもうちょっと、注目度が高まるのかなという気がしますが、あともう一つ、金利上昇局面では有利な商品性ということで、
BDC は基本的にその上場して、まあ、株式というか出資証券なのかちょっと難しいところですけど、自己資本、株式、株主資本としてお金を集める部分と、当然、融資、銀行などからお金を借りて、負債として、お金を工面する部分があります。で、借り入れについては基本的に固定金利で借りてくるわけですね。この借り入れは、固定金利、まあ、基本的には10年債の利回りに連動するような形になりますが、固定なんですよ。あー、変な思いしてる。で、貸し出しの方ですね。実際ベンチャー企業に貸し出す方は、ここは変動金利で貸すことが多いので、資料によれば、例えばライボーとかを基準に貸すことが多いので、特にその長期金利が上がってくるような局面、景気拡大局面では、ここは固定だけれどもこっちが変動なので、有利だよねっていうような商品性になっているというのが BDC の特徴です。だからこそ今いいんだよねっていう話でこの商品出してきたっていうことなんでしょうけどね。アメリカの金利が、長期金利が特に上がっているところですから。ということで、あとはチャートです。リート指数との比較10年間ですが、この一番最終的に高い緑色が、トータルリターンなんで、配当分配金込みのリート指数、アメリカのリート指数。で、この濃い青が配当金込みの BDC 指数。で、あとこのオレンジが、配当は除いたリート指数。で、薄い水色が配当な青を除いた、BDC 指数で、リートの方がいいです、10年間だったら。って感じになってます。で、5年間で見ても、まあ、そんな感じです。リートの方がいいです。しかし、1年間で見たらって話になってくるわけですよね。で、やっぱりここもと金利が上がっているというところが、影響しているんだと思います。どうしてもリートは金利上昇局面については、ちょっと上値が重たくなりがちですんで、考えると、こういう局面ではリートよりも BDC 指数の方が上がりやすいっていうことなのかなと。で、過去の局面見ても、BDC 指数の方がやっぱりちょっと有利だった局面っていうのは、金利が上昇している局面なんですよね。なので、リートもちょっとそろそろあれかなって考えている方は BDC、を考えてみるのも一つかなと思ってます。で、累次ファンドとして BDC ファンドですね、ミューズニッチ米国 BDC ファンドというものがありまして、これ分配金出さない方針のやつです。BDC プラスこの今紹介しているファンドについても、分配金年1回、年4回とありまして、あんまり毎月分配とかじゃないんで、分配金出さない、もしくは、成績に連動した形で出すっていうようなものなんで、これも分配金を出さないファンドをも、例にとってきましたが、まあ、そんなに、まあ、ここもっと上がってきたねっていうぐらいで、すぐに上がったわけでもなく、まあ、途中ちょっと下がったりもしたけどねっていう感じですかね。まあ、どう捉えていただくかは、それぞれ、捉え方違うと思いますが、2014年の7月から運用したものなので、こんな形になってます。で、BDC プラス、この、ファンドの特徴ということで、主として BDC に投資し、同時に、米ドル建て短期ハイイールド社債と、新興国短期社債にも投資します。3つ投資するわけですね。で、各資産への配分比率は機動的に調整と、まあ、いろいろ局面を見てということですね。BDC への投資比率は 50% から 70%、ハイイールド社債には 20% と、で、新興国社債には 10% から 20% 投資しますよと。ということですね。で、あと、為替ヘッジはありなしのものと、年4回、年1回決算のパターンの4パターンですね。組み合わせで。から選択できて、購入時手数料は 3.24、信託報酬は 1.80234% となっています。まあ、ちょっと高めですよね、やっぱり。
で、受け渡し8営業日って結構長めなので気をつけてください。もし売却して資金が必要だという時はですね。ということです。というような形で。まあ、引き続き質問も大募集しております。この商品取り上げてくれとか、持ってる商品でよくわかんないのがあるとかいうことがあれば、そのファンドの名前を教えていただければ取り上げますんで、こちらまで。もしくは、YouTube ニコニコ動画のコメントに書いていただければなと思います。というわけで、なかなか情報が本当にないです。普通に検索、ネットで検索なんかしてもあんまり情報出てこないと思いますんで、で、本とかで見てもあんまり情報やっぱりないので、まあなかなかいきなり投資するのは怖いよねっていうのはもちろんそうだと思いますが、逆にだからこそ、投資信託でやる意味は確かにあるんですよね。わかんないもんだし、個別には買えないし、情報もないから。っていうところはあるかと思いますが。ただ、今、結構ね、アメリカで有名な会社は、この BDC を使って大きくなってきたっていう会社も多いですから、書いてありましたけど、Google なり、Facebook なり、Amazon なり、とかも大体この制度を利用して大きくなってきたということですので、ね。一つ参考にしていただければなというところです。ということで、投資信託を考える第43回 BDC プラスでした。ご視聴いただきましてありがとうございました。